はい、こんにちは、皆さん。追加放送でですね、最近速稼塾の中で YouTube が流行ってると言いますか、まあ随分前からね、私は YouTube をやるように、語りかけてきて、随分前から始める方を始めてたんですけども、今流行ってると見えるのはですね、その、一人一人の速稼塾塾生さんの YouTube をしている方が、なんかね、繋がり始めたところでね、なんかちょっと面白くなってきたんですよね。その中で今回、ちょっと待ってください。いくこさんという方、ね、女性の方が YouTube をね、ずっとやってて、で、私の方にね、この動画を送ってくれたんですよ。これ見てください。糖質制限ダイエット豆腐にキムチ、焼き鳥とスイカという動画ですよね。これちょっと一緒に見ながらですね、解説を入れていこうかと思いますけども、いや嬉しいですね、こうやって動画をいただけると。皆さんもね、作った動画とかどんどん送ってください。できればね、こうやってシェアしていきましょう。で、こういう風にしてね、自分の動画はどうだった、ああだったか、他の人の動画はどうなんだみたいな形で、やっていけばすごく面白くやっていけるんじゃないかなと思います。この動画ね、いくこさん、遠くマイアミの深草さんも、ね、見ていらっしゃるし、もしかしたら山根さんも見てるかもしれないですよね。じゃあ始めましょうか。再生ボタンポチッと。お豆腐にキムチを乗せるのはね、私もよくやる手なんですよ。豆腐ってのはやっぱりね、タンパク質であって糖質がないですから太りにくいんですよね。あ、これ焼き鳥も大好きなんですよね。鳥っていうのもタンパク質の塊ですけども、タレがね、これを塩に変えたら私は結構食べてるんですけどね、タレがね、糖質多いかなって私は考えてたんですよ。で、このスイカなんですけども、水分がほとんどなんで、害はないですよね。とっても素敵な昼食じゃないですか。これで糖質制限大成功だと思います。いや素敵ですね。こういうのを紹介していただけるとね、なんかお互いにダイエットがうまくいくんじゃないかなと思います。自分はこういうのを食べてますよっていうのがあったらね、やっぱダイエット中って食べれないのがきついんですよ。だから太りにくいものを食べながら、無理なくダイエットができるといいかなというところでございます。おっと、ちょっと待ってくださいよ。なんと今指し示しているこの右側に、橋本徹弁護士着手金1000万で週刊文春を訴える裁判というね、タイトルの、これ私の作った動画ですね。これが出てますね。いくこさんの動画を見ると、私の動画もここに関連されているということですね。ありがとうございましたって入れとこう一応。はい、皆さんもね、コメント入れてくださいね、できればね。で、この橋本さん、これクリックしてみましょうか。昨夜の夜上げたんですけども、どうでしょうか。511回再生されてますね。ありがとうございます。はい、ということで私の動画の宣伝もできたんで、以上でございます。皆さんの YouTube 生活成功するように祈っております。